廃線後の保存車両明神電車明神電車は、かつて、兵庫県洋府郡大谷町、朝子郡朝子町の民延鉱山にあった、鉱山用軌道。民延と三子畑を結ぶことからその名がついた。鉱石の輸送を目的に付設された。本来は、三子畑荒井間の株軌道とワンセットの上部軌道に位置付けられていたが、道路整備で、株軌道は早期に廃止され。 上部軌道にあたるこちらのみが残された。当初は民の部から洋風駅へ向かう軽便鉄道が計画されたが、予定線の沿線住民の反対により、巫女畑からのルートとなった。1912年の民の部から巫女畑間の作動設置に始まり、1918年には輸送力増強のために軌道の敷設が計画され、 途中に立ちはだかる山々を貫通する3本のトンネルの掘削工事が開始されたが、難工事のために翌年に一旦中断された。その後1927年に工事が再開され、1929年に最大の難工事となった明神第三水道の工事が完成し、同年4月より、校内軌道で使用されていた4トン給電機機関車と1トン積工車による、 鉱石輸送が開始された。さらに、戦時体制下にあって、戦略資源としての鈴鉱石の重要度が増大した1941年には、期間の変更が行われた。これにより、校内軌道と同じ 500mm 期間から 762mm 期間へ、拡幅され、輸送力の大幅な強化が実現した。プラザ号以降の急激な円高の進行で、 鈴鉱山としての国際競争力が低下し、民の鉱山が1987年に閉山となったことに伴い、明神電車も廃線となった。鉱石列車の他に鉱山関係者の便利を図って一車も1945年から運行された。この時、当初は運賃無料であったのが1949年から50銭。 1952年から関係者は1円、部外者は10円を徴収するようになり、その後部外者も1円に値下げしてからは1985年10月の人員輸送廃止まで変わらなかった。1円電車と呼ばれるゆえんはここにある。なお、登山客へも10円の料金を徴収して開放していたことがあり、その後は関係者かどうかに関係なく、運賃を1円に統一した。 しかし、1960年代にマスコミで、運賃が1円ということが取り上げられた結果、興味本位の部外者の乗車が増え、その中には、運行を妨害するようなものも少なからずいたことから、業務に支障が出るという本末転倒の事態になり、部外者の乗車を禁止せざるを得なくなった。明神電車は全長約6キロメートルでほとんどがトンネル区間となっており、 期間7 6 2ト、mm、ル直流5 5 0ト電化であった。なお、その歴史的経緯から行動内の5 0 0トル期間を採用した軌道と敷地を共用していた区間が一部にあり、ここは3000基上となっていた。5 0 0トル期間の区間には、非電化と電化の区間が両方あり、バッテリー式機関車と電気機関車が併用されていた。 鉱山鉄道としては、重機浄化プッシュプル方式の電気機関車の無線操縦による、総括制御など、合理化と輸送力強化が、キャパシティの限界まで徹底されていた。その一方で、自社工場製の電動客車や客車による人員輸送も、大体交通機関が存在しなかったことから最後まで、継続した。多くの電気機関車、客車、バッテリーカーなどは、 洋父市立明野自然学校に車両が保存されている。他、一部は集落の南谷郵便局前にも保存されている。2010年10月からは、毎月第1日曜日に胴体保存が行われることが報じられた。その後、洋父市立明野自然学校でバッテリートロッコの運転が実施されたが、枕木の老朽化等により2011年7月以降は運行を休止している。 地元の洋布市では2015年夏までに枕木の交換を完了させ、車両の胴体保存を進める NPO では、完了次第トロッコの運転を再開し、将来の一円電車胴体運行を目指している。一部の車両は道の駅朝5内に展示されている。道の駅朝5、フレッシュ朝5、田島の真ほろばで、 一円電車のペーパークラフトや道の駅訪問記念切符の裏面デザインに一円電車を印刷されたものも販売された。また将来市内にある民、延辺鉱山三小畑先行所跡は、史跡公園に整備され、一部公園内にレール等が保存されており、史跡公園道の駅や柵間に橋梁跡やトンネル、配線跡などの遺構が残っている。道の駅や柵 古体フレッシュ朝5間の国道312号線沿いには、病人鉄道で使われていた中鉄橋が保存されている。ありがとうございます。